1503年にね、フィレンツェのベッキオ宮っていう、まあ、市役所みたいなとこですわね。そこの500人広間っていう、まあ、500人入る会議をする場所のこの両側にこう壁画があるわけですよ、はい、この壁画をお願いしたいというまた大口の注文が来るわけですよ、はい、最後の晩餐よりでかいですよ。最後の晩餐が 4.2×9.1m ぐらいだったでしょ。これはもう縦7メートルの幅17メートルの大壁画が来るわけですよ、テーマが決まってて、この両側にフィレンツェが他の、まあ、都市と戦って勝った戦争名を書いてほしいって言って、でアンギアーリの戦いっていう、これフィレンツェがミラノと戦って勝った戦いの絵を描いてくれっていう、そのレオナルドの下書きを、はい、同じ16世紀のね画家が模写したやつ、それを後にルーベンスが仕上げた作品が残ってんだよ。それはこれなんだよ。まあこんな感じでこの大壁面にねこの戦いを描こうとして、でちなみにこれはまあだから他の人が写したやつをさらにルーベンスが仕上げたやつなんだけれども、レオナルド自身の下絵って言われるやつもあって、それがこのタボラドーリアって言われるドーリア家にあった下絵っていう意味なんだけど、まあ部分しか残ってないんだけど、まさにこのシーンでしょ、はい、これレオナルド自身の下絵って言われて、レオナルドは馬を描くのがうまいんだよ。うまい画家は馬がうまいんだよ。ルーベンスも馬がうまいんだよ。まあこういうのをこの大壁面に描こうとしてたんですよ。でちなみにやっぱりまた納期が遅れて一回催促されたりして、で、まあ、描き始めるんですよ、はい、ところがですよ、この後に及んでまだフレスコは使いたくないんです。テンペラは最後の晩餐でやらかしたと、はい、なんかいい技法はないだろうかって、はい、エンカウスティックっていうんだけど、銅を熱して溶かしてそこにこう顔料を混ぜて描いていくっていう、古代ローマ時代のエジプトでミイラの棺の上によく人の顔が描いてあるだろう、はい、あれがエンカウスティックなんだよ。であれ見てわかるように結構何千年も経ってんのに色とか残ってんじゃん、はい、それで描き始めたんだけど、これ記録によるとある日ね、あ大雨が降った日にその絵の具が全部溶け出したって言うんだよ。でこれがどうしてなのかっていうのがちょっとわからないんだけれど、いくつか説があって、雨降って、ね、壁も湿ってたからちょっと余計に炙っちゃってていうか部屋全体は暖かく温度が上がりすぎて溶け出しちゃった説っていうのが一つね。でもう一個、混ぜちゃいけない顔料っていくつかあるんだって。その要するに銅と相性が良くない、銅と反応しちゃう顔料がいくつかあるんだって、でそれを使った説、それからあるいは銅だけだとやっぱりほらレオナルド得意なあの伸びが十分じゃないから、なんか他のいらんもん混ぜてそれが原因だった説とかいろいろあるんだけど、とにかく それでもうレオナルドこの仕事放棄しちゃうんだよ。結局これは仕上がらないまま放置されちゃうわけで、ちなみにこっち側の壁、実はミケランジェロが依頼されてたの。でミケランジェロはこっちがそのミラノと戦ったアンギアーリの戦いを描いてくれて、ミケランジェロの方はピサと戦ったカッシーナの戦いを描いてくれっていうはずだったのね。レオナルドが馬が、ここ一番は馬を描く男、ミケランジェロはここ一番は裸、ミケランジェロのここ一番の絵はみんな裸でめっちゃ男のお尻が描かれてるよ。カッシーナの戦いもそうだったんだよ。ほら裸でみんなお尻で筋肉裸筋肉お尻二人がそれぞれの得意技、レオナルドの馬とミケランジェロの筋肉でこの両側が飾られるはずだったんだけど、ミケランジェロはミケランジェロで、この前の年にあのダビデ像を完成してフィレンツェにね、それでやっぱミケランジェロすごいって言って、じゃあこれ持って頼まれたんだけど、
ローマ教皇から俺の墓作れって言って拉致られちゃうわけですよ。で拉致られた挙句天井画描けって言われて、うん、あの例の天井画をちゃんとフレスコで描くわけじゃないですか。もうこれ全然フィレンツェ帰ってこれなくなっちゃうんですよ。だこれもいつまでも未完のまま置かれて結局もう夢の対決立ち消えになっちゃったわ。